しぶりに乗るジャガーは快適ですね。今日絶好調です。上機嫌です。笑かつやってきました。今日も笑いこけてきましたよ、朝から。花丸師匠が最近好きです。花丸師匠が大好き。今日も笑っちゃいました。他人の子供とオクラが育つのは早いって言ってますけど、あとYouTuberになりたい。これ好きですね。YouTuberになりたい。これ好きです。はい。何回聞いてもあのリアクションが面白い。もう今日朝から笑いっぱなしです。一人で何笑ってんのっちゅうぐらい笑ってます。で今日は天気だしね。観音様はいつもね、あの晴れをね、晴れでお迎えしていただけます。なのでどんなに雨が降ってても拝む時とかね、お参りする時は晴れるんですごいねっつって、まあそっから私も晴れ女と言われるようになったんですけどね。どこ行っても晴れ女でございます。はい、今日はねすごいね、このね服が、気球ですよ。気球見てくれますか。気球ですよ。気球なんです。なぜかというと今日は、上勝呂町は、バルーンフェスティバルといって、日本で、唯一気球 の、ま、あの大会があります。それで、その、安全祈願を込めて、一人三観音は手に千手観音なんですけど、その手に、気球を持っているんですね。なので私も今日は気球を着てきました。今日はね、建立してから21年目になります。えみちゃんが建てたいと思って10年経って、そして建てられましたから、実上31年になりますかね、思いが。そのぐらい経っていますね。うちここでやってました。ジャガーは、ダイブラーですね。今ちょっとなくなっちゃいましたけど、ダイブラー、それが世界で最後9台残った、新車でね、残ったうち、マルカンが6台買いましたね。で私は買う気なく行ったんですけど、説明を受けてるうちに買いたくなって、買っちゃいました。ということでこれはすごいですよ。東京から、北海道に入ってくるときに、トレーラーかなんかで配達してもらったんですよ。で北海道来て初めて、タイヤついたんでね。でもなんと品川ナンバーついております。そこまでこだわりました。なんせ運んでもらったお金50万かかりました。っていうことで結構、これこだわりました。この車はね、いつもひとりさんも北海道来た時によく乗っていただいて、ひとりさんがもともとジャガーが好きだったんで、しかもダイブラっていうね、この形ですね、手で一つ一つ手作りで作ってるそうです。はい、なのですごく、まろやか、あ、丸い感じ、こう片押しじゃないのがすごくいいですね。丹精込めて作ったって感じですね、一台一台ね。なのでこの 丸みを帯びてるところが好きです。今日も十勝晴れですね。北海道は日照時間、十勝は日照時間がねすごく長い、日照時間っていうかね、晴れの日が多いんだよね。だから十勝晴れっていう言葉がすごくぴったりな町ですね。私のふるさと大きいですね。でっかい道って感じですね。でっかい道。今日は上勝呂町ですね。人口7000人ですか。ふるさと納税が、ね、去年かな、一昨年かな、1位になりました。私が願いを込めて観音様に、私のふるさとが豊かになりますようにと言って建てた観音様の願いの通り、20年目にして、ふるさと納税が、ね、日本一になって、あの小さな、ね、町がね、5000人の人口の町が、ふるさと納税日本一ですよ。すごいですね。竹中町長も頑張っております。今日も来ていただけるということで、
会えるの楽しみにしております。蝶々もアイドル蝶々として頑張るということでレミちゃんもアイドル社長として頑張っておりますが、私のふるさと上塩の蝶々もアイドル蝶々として頑張ると言って以来ですね、結構テレビに出たりして結構盛り上がっております。すごくアイディア豊富な蝶々ですね。やはりね、上に立つ人がどれだけ采配ね、ポジティブ思考でね、やれるかというね、柔軟性、そして、改良しながらね、街を良くしていくっていうことの中でもね、知恵を使って、竹永町長もね、本当にふるさと納税日本一までしたんですからね、大したもんですね。はい、びっくりしましたよ本当に。私ふるさと納税って言ってもですね、商品を買うための納税じゃなくて、地元に還元したいっていう意味でこちらに住所を置いて、そして税金を納めてきたんですけど、なんていうんですかね、その本当にその昔からずっと税金を納めてきてね、なんか自分とふるさとが本当に豊かになっていくっていう姿を見るとね、嬉しいですね。なんか自分の成長とともに上塩の町が豊かになっていく。しかもですよ、びっくりしたのは、納税を納めているのでふるさと納税以来ですね、どっさりとですね物産品が届きます。それがすごいですね。こんなに我がふるさとは豊かなものがいっぱいあったんだということに気がつきまして、お肉も美味しいし、蜂蜜も美味しいし、本当に豆とかですね、いろんなものがいっぱい届きます。びっくりしたのはね、本当に、パンもですね、パンとかそれもそうですけど、チーズとかね、いろんなもの加工されて、ジャムとか、いろんなものが加工されていました。昔ひとりさんがね、北海道は、素材が良すぎるから加工技術がね、進んでないねって、これからの仕事は加工技術が、ね、発達した時に成功するよって言われてたんですけど、文字通りですね、いろいろなものを素材の良さイコール加工技術をね、本当に駆使しながら完成された商品がね出てきて、そこで全国の皆さんに愛される商品作りになったということでね、本当に私も商人としてね、すごく見習うところがありますね。やはり改良旋回、成功に至るということで、本当に何十年も前からひとりさんも言ってましたけれど、ね、そこの加工するところに、たくさんのねアイデアを出していくところに、貢献度、お客様に喜んでもらえる商品が作れる、そこに、商人としてアイデアを出していく、知恵を出していく、この醍醐味が楽しいよってひとりさん言ってましたけどね、本当にそうですね。私もお客様の喜ぶ顔見ながらね、そこのイメージしながら商品を、私もねおセレブシリーズも作らさせていただいたり、ひとりさんのご承諾を得ながら作らさせていただいて、本当に私もね、承認冥利に尽きるかななんて思っていますね。ということで、この辺ね、結構ね、いろいろとね、郊外型の、なんていうのかな、商業施設っていう、そういうのがすごくできるようになりまして、その代わり、町の中がちょっとね、閑散としたっていうところありましたけれども、でもまたね、帯広自体もですね、今、帯広から上塩に向かってるんですけど、帯広自体もかなり、街の中きれいに整理されて本当に垢抜けたなという感じです。昨日もね、ちょっと、講演会行くときにね、見た我がふるさとはすごくきれいに近代的になってるのびっくりしちゃったんですけど、今日朝見てもそう思いました。やっぱり生成発展してますね。どんどん生成発展していくということですね。はい、以上です。祭りにですね出るお弁当なんですけど、私が小さい時から大好きだった金亀さんって言って、通称金亀さんっていう
お店があるんですけど、まあ、鮮魚屋さんっていうところでしょうか。今は何でも置いてますけどね。そこの五目ご飯、炊き込み五目ご飯がめちゃくちゃ美味しいんで、これ毎回観音祭りにはその弁当が出るんですけど、皆さん大好評です。本当にチラシ屋さんをやられているお店なんですけどね、そこのお弁当がピカイチ美味しいです。そして私は小さい時、商売をやってましたから、いつも仕入れしにね、その金亀さんにね、まあ、中島さんっていうとこなんですけど、あだ名金亀さんに行ってですね、小学校3年生の時も早引きしていつも仕入れに行きまして、なんでサンマ油が乗ってるから美味しいよとか見習ってですねそういう、承認言葉っていうのかな、そういう言葉もたくさんありまして、そこのね料理をまたですね今日も食べれると思うとね、ちょっと嬉しいですね。なんか小さい時からの慣れ親しんだ味っていうのは忘れられませんね。やっぱりそういうのはふるさとの味っていうんでしょうかね。そういうのがふるさとの味っていうんですよね。私はふるさとの味があるから幸せだね。思い出に残ってる味ってあるからね。幸せです。小さい時はよくね、私も働いたんですけど、子供たちはよく働いてましたね。昔の子供は、今の子供は勉強ばっかりしてるんですけどね昔の子供は働いてばっかりいましたよ。親がね、働きに出ていますからね、掃除洗濯とかご飯支度とかね、みんなやってた。だから私だけが働いてたんじゃないんですけどね、みんな働いてましたよ。ただ私は商売をやってたんですね。やっぱり商人なのかな、やっぱりね、そこに生まれたっていうこと自体がね、私も商人の道を選んでね来たのかなって気しますしね。それからまたひとりさんとも出会えたこともね、やっぱりそういう流れなのかなってちょっと思いますね。今日もね、講演会で話したいと思うんですけど、人ってさ、なんかひとりさん言ってましたよ、人生って決めてきてるんだって。こういう風にこういう人生を送りたいなって設定してきてるらしいですよ。まあ、こちらが、旅をしているというならばね、今世旅ということがぴったりな言葉であれば、どんな旅をしたいかということを決めてきてるんだと思いますよ。で、その中でどっちを選択するか、楽しい方を選択するとか、悲しさを、大変さを選択するのか、自分が決めるんですね。なのでやっぱりこの人生、嫌なこと起きても嫌だな嫌だなではなくて、嫌なこと起きた時はチャンスだよってね思えるようなね選択の仕方、この今この一瞬をどう選択していくか、これ勝負だと思います。これが幸せになるか不幸になるかのね分かれ道なので、この今一瞬一瞬を盛り上がった楽しい考え方、リセットして、そしてまた盛り上がった考え方っていうことをやれば、必ず皆さんの行く道はね、天に続く道、そして自分が約束してきた、神様と約束してきた道を全うしていけるんではないでしょうか。そして生成発展していく、そしてまたふるさとへ帰っていくと、いい旅だったよって神様に報告できるんではないでしょうか。なのでまた今日、今この現在、過去も現在も未来も今が私を決めると思っています。なので今は楽しく笑える人生、それを選びながら、これからも毎日楽しくやっていきたいと思います。今この瞬間が魂の最先端です。以上です。で、ビート畑とね、ここはジャガイモとビートだ。